どこで誰が想像したもんなんでしょうか。難解なんだね。感情ってどこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっと教えてよ。飛ぶ鳥は大空を迷うことなく飛べるのに、一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね、散々ってね、いつだって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもう嫌になるよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消えちまえ。そう思ってどんくらい経つだろう。来週はいつ会えるんだろう。愛すべき人は運命的に決まってるって、それが本当なら視界に入ったものすべて受け入れてしまえばいいんだ。わかっちゃいるんだよ。大通りのど真ん中を歩けるような僕じゃないから、大抵足元気にして生きてる。最大の問題はね、どうじゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくなんじゃもうやんないよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消えちまえ。そう思ってどうくらい経つだろう。一体会えるんだろう。僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくなんじゃもうやんないよ。どうかいなくなれ、こんなんなら存在自体を消えちまえ。来週はいつ会えるんだろう。ねえ僕らいつ会えるの。小さく歌詞書きすぎたね。見えないけど青なんだよね、ここね。青に青文字で書いてる。読めない、実はやっちゃったね。ちょっと、まあ、いいか。ちょっと娘さんの話してたんですけど、娘さん、あと、今日で1歳7ヶ月になりました、本当に最近歩き始めるし、喋り始めるし、もうついていくのが大変で、スーパーに行けばカートに乗らず、あっち行ってこっち行って並んでる野菜を使う困ったもんです。そして本当に食いしん坊なんです。誰に誰に言ったの。いや、まあ皆さんも分かってるね。私に言ったんです。そうです。でもまあそこも可愛いなと思いながら、親バカですね、親バカ。ね、ね、なんか着地しないんだよね、この話。続
絶対しない。で、インスタのライブはどうでしょうか。あ、いいよ、いい感じ。だいたいここにいる人たちが見てるってことかな、これ違う、いないそう、りょうすけとか帰ってきてない、ね、そうだね、りょうちゃんは、なんだろう、帰ってこれなかったみたいで、これ見てたらいいなぁなんて思って、インスタのライブ、あれしてるんですけど、リナもね、リナも、今日から仕事だって言ってたので、見てるから、まあ、そろわないね。まあね、まあ、そろわない。1月1日にやんなきゃないかもしれない。そうなんですよ。いや、1日でもそろわないかな。じゃあ、そろそろ次の、そうですね、あと30、あと30、33曲、大丈夫。次です。じゃあ最後の曲です。はい、最後の曲です。はい、今日は2曲、今日はね、はい、サクッとね、サクッと、イズをサクッ サクッと、ね、最後の曲です。よく歌ってるかな、と自分の好きな歌で、さっきのも好きなスイッチの歌で、今度歌うのも好きなスイッチの歌です。こんな感じでよろしいでしょうか、リーダー。いいですか。はい、じゃあ最後の曲です。聴いてください。かなで、どこにいた
ありがとうございました。伊豆のワくんとケンちゃんでした。ありがとうございます。あ、インスタライブありがとうございました。あっという間。100でお願いします。あっという間。こんにちは。どうもワくんです。どうもワくんです。